こんにちは伊藤ジ一です。今日のゲストは中田さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中田ユニバースティで、はい、その変革ダウを取り上げてもらって、う,うちのコミュニティすごいざわざわして、はい、あそうなんですか。で実はコミュニティから、うん、中田さん特にコメントしてコラボお願いしろよしろよって言われて、そうなんです、ねで。それで書いて、まあ僕もファンだったんですけども、いやいやもでももうコミュニティ全体が今日こういう。 いや僕はもうちょうど伊藤さんに話聞きたいなと思ったんでもう本当渡りに船でもうだもう第一人者なわけじゃないですか、ええ、未来のでもあの中さんのユニバーシティで取り上げて、はい、もうこそこがもう今みんな、はい、あの YouTube 先生っていった中さんですよねいやいやありがとうございますだ僕もずっと大学とかやってきて、はい、あの この人に教えるっていう,こう楽しみとこの世の中の意義ってすごくあってで本当に中さんがスタイルは違うけれどもやっぱりすごくこう説明して多分だから来てるファンたちっていうのもまあいろんなのいると思うんだけども本当に覚えたい人が多いんじゃないかなと思うんだけどそんな感じですよねそうですね確かに僕のファンというよりはもうとにかくその分かりやすいから見るっていう人の方が多いので増えてるって感じですね。はい こう長田さんのこともあのうちのチームも入っていろいろ調べてもらったいですよね。なんかうもう生まれた時からそうだと思ったけど、はい、もともと高校時代から結構いろいろちょっとちょっとここ行き立ってきたこの道を説明してもらってもいいですかそ、はい、そうですね。ももとと僕、その親父が その大手、えー、損保会社に勤めて,てうん、うん、転勤が多かったのでうん、うん、生まれが実は佐賀なんですけど佐賀大阪山口東京って転校していって日本のじゅガリ弁の中でやっていったんですけどもうん、うん、お笑いが好きになっちゃってで慶応に入ってる時に、えっと、吉本に入ろうとそこがまあすごいよく聞かれるところですよ。なんでその お笑いに入っったのって確か周り全くいない中だったんですけど逆に言うとそのすごく大企業に入るとあ危ないっていうビジョンだったのでうんうん、うん、どうしてあの大学の授業でその,その時小泉政権だったんですけどその経済顧問が経済学部の教授にいてその大企業に入ったら危ないですって言われたんですよ。 <laughs> そのまま言われてた、はい、あのこれからの日本は大変なことになりますので皆さんはイチロー選手みたいに自分の力でで生き残っっててくださいって言われたんですよんだからお父さんお母さんの言うことを聞いて真面目に勉強してきたと思うんですけどこれからお父さんお母さんの価値観が通用しなくなる時代になりますのでって言われてじゃあリスクテイクして自分のやりたいことやった方がチャンスがありそうだと思ったのでその自分の好きなお笑いの世界に入ったんですけども。うんうん ただ、遅れてきただけでテレビ局とかマスコミはその当時銀行とか証券会社がどんどんと潰れて統廃合してた中でテレビ局はイケイケだったんですよ。ところが入ってからのすぐに2010年代にガタガタガタっとこう不況の波が押し寄せて僕が見てたテレビのイケイケのものがどんどん縮小していく時代になったんですよ。それれで、ある時に、こは何かかがおしいって。 気づいたのがユーチューバーのスターを見た時どうも若いテレビタレントが元気がないなって思い出したときに「うん、いや今ユーチューバーやばいですよ」って言われて行ったら、うん、ギャーッっていう人気で「あっ大陸がもう一個あった」って思ってユーチューバーになるっていうのと同時にあのお金の。 仕組みがあの今までのテレビとか芸能事務所と変わってきてしまって、うんうん、その芸能事務所も辞めることになり、でコロナが来て、うん、あれどこでも撮れるなって収録できるなってなってシンガポールに移住する。と。でその教える、はい、大学って選んだのはなんであ？YouTube 大学。これはもう人に言われてですね、そのテレビ番組でなんか授業っぽいものでヒットコンテンツがしくじり先生っていうのがあったんですけど。うんうんうん 周りの芸人さんにカジサックさんっていうあの YouTuber 結構やってらっしゃった先にやってらっしゃった人が教育系 YouTube やったら絶対伸びるからって本当かなとか言いながらやり始めたら、うん、結局すぐに伸びたってやっぱこれなんだとうん、うんね、テレビで散々やっても自分としてはもういいでしょって思ったんですけどうん、うん、いやこれしかないって最初は思っ知ってることをしゃべったんですけど、うん、すぐに自分の知識が空になったんで, <laughs> であの本屋さん行って。 オフに呼んでるそれでやり始めて今に至る僕もこ,あのこの間西野さん会ってディスカッションしたけど結構似てるなと思ってたらそうですそうです。うん、でまあ師弟関係といいますか、うん、その西野さんが、まあ、早めにそのテレビタレントと違うその収益ポイントを作るっていうことをやり始めて、うん、で僕が、まあ、かなり話を聞きに行って。 でこういう仕組みでやったらいいよということももうそのままやって唯一の弟子ですね僕はその西野さんの、えー、じゃあ、はい、頭いい人が漫才やって、はい、そして独立して何かやるっていうこパターンではなくて、はい、たまたま僕その2人会っちゃったっていうそうです、うん、あのー、ついてくる人はいなかったです、うん、あのー、僕と西野さんだけなんですよ、うん、そのこういうタイプはこういうタイプが、あのー、で いかにテクノロジーがあって収益ポイントが作れるよっていうノウハウが民主化されててもうん、うん、それをしたいいい人っていうのは少ないんですよあくまでも芸能事務所にあのお給料としてギャラをもらう方が安心感があるっていう人の方が大多数なのでもっとくるかなと思ったんですけどうん、うん、成功例を見せようかどうしようかうん、うん、説明しようか何しようがうん、うん、所属していたいっていう人の方が多いんだなと思いました。 西野さんもこうサロンとかやって僕もメディアラボっていうとこにいたんだけど、はい、メディアラボのメディアって何かっていうとあのこう表現する素材なんだね、はい、で昔マックルアンっていうのにいてメディアメディアメッセージって言ってたんだけどこれはそのメディアの形によってメッセージが決まる、はい、だからなんか政治家なんかだとやっぱりラジオの時代の政治家とテレビの時代の政治家と、うん。 そのテレビラジオの前の政治家って全然根本的に違ったのと同じで、はい、そのメディアに合った生き方とかものが出てきてきて、はい、で僕はなんか西野さんもそうだし、はい、長田さんもそうだけどこの Web3 とかインターネットとか YouTube っていうメディアに一番合った、はい、こう考え方とかっていうのとあとそのメディアをこういじる。だから新しいメディアが出ても例えばその あの最初にテレビが出たらラジオの人がただブランカンでただ喋ってたのがだんだん MTV みたいになっていくんだけども、うん、なんか中さん見てると本当とに YouTube とかこのメディアをすごく上手に使ってるような気がするんだけども、はい、そ,それってなんだろうねもこうい今だって結構生き生きしてるでしょうの,あのテレビの時代に比べてもう水を得た魚ですね。うん、で,、はい、で,でなんかこうなんだろうその Web3 なんかでも YouTube で見てても。 ただ単にこう金儲けのために教えてるんじゃなくて本当に興味あるるからやってるよねだからそういう意味で言うとすごくいい時代に合、うん、ってるタイプの存在なんじゃないかなと思うんだよねでもたまたまですね本当にその、うん、テレビがその放送時間が決まってるとか、うん、集団プレーが基本なんですけど、うん、YouTube はもう個の力が強いので一、うん、人でカメラに向かって視聴者に向かって喋るみたいなのが好まれるっていうこととあと時間が自由。 放送時間がうん、うん、僕なんてもうのすごいしりたい人間なので <laughs> だからいくらでも喋れる、うん、この2つがすごく合ってたっていうのと、うん、やっぱりあと本人のモチベーションが一番あのダイレクトに視聴者に伝わるメディアなのでそうだ,よ、ね、だからう本当に案件もしないとかだから本当コラボしたい人としかしないうん、うん、お金不用意にも笑わない読みたい本しか読まないだからもう,うわがまま放題で行った方が 視聴者に届くっていうのも全部その結果論で狙って YouTube に合わせた人間ではなくてたまたま YouTube とすごく合ってる人格だったんじゃないやって聞いてる方も自分に喋ってる感覚もあるし、はい、あと中田さんのあのエネルギーは普通の人は出せないと思うんだよね、はい、だからそれもやっぱりで,、ね、でもそれが YouTube だから出せてるのかな、はいはい、お客さんっていうかそのコミュニティと近い、はい なんから相手が見えるのこのカメラの向こう側に。そうですね。うん、集団プレイじゃないところがでかいと思いますけ。ああなるほどね。<laughs> 集団プレイの邪魔なんですよ。僕のテンションとか <laughs> あのー、人格が <laughs> はい。なるほどね。面白いね。はい、でうちの変革のコミュニティを番組で紹介してもらったの、はい、どうやって知ったの結構マニアックそれこそ 自分なんか本でもないだろうし、はい、あいや本です本です。本,すあ本なの。えっとウェブ3関係の本でダをまとめているページがあって、うんうん、その中に変革コミュニティがあって、でもその YouTube でえっと伊藤さんについては知ってたんですよ。うん、それそれこそ西野さんとの対談をしてたりとか、ウェブ3で調べるとすぐに出てくるので、うんうん、あそういう方がいらっしゃるんだということで伊藤ジ一さん知ってる。 あウェブ3の人なんだ知ってる本で読んであ、変化コミュニティあるんだ伊藤あ,のあの伊藤浄一さんのっていう進化ですね。はいまあ、あトでででででるうまたたそすすすね。本と、ねはい、今、ディスコード始めかど最高 生かしきれてないとは思うんですけど、うん、まだウォレットとつないでないのででもウォレットつないでトークン配るみたいなことはあの近いうちにしたいなと思っていてうん、うん、でもそのずっとフェイスブックでやってたんです10年ぐらい前から始まったオンラインサロンっていうカルチャーはもうみんなフェイスブック使ってたんで堀江さんとか西野さんとかだけどもうフェイスブックからも,もうう本当1週間で引っ越しました<ー>ダメだっつってコードレッドっつってもう,もう沈むから。 もうすぐにあの <laughs> ボートに乗れって言ってもうでもそれを決定づけたのは伊藤さんなんなですよその DAO の本質っていうのが結局は、えっと、Web3 フレンドリーなコミュニティであることとディスコードを使っていることであってディセントラライズドであることではないオートノーマスなことではなくて Web3 フレンドリーディスコードコミュニティがが全てなんじゃないかと、うん、いうのも伊藤浄一さんのコミュニティ名が 変革ディスコードコミュニティじゃないですかうん、うん、全てが入ってると思ったんですよこれは変革するコミュニティであるとでディスコードを使ってると何が変革なのかというと Web3 と Web2 が変革するぞっていうことを示してるんで DAO、うん、ってどこにも言ってないと分かったと俺たちのコミュニティは DAO じゃなくていいとでだからディスコードは絶対使わなきゃいけないとでそうしないと変革に乗り切れないからやろうっていうので、うん、もう伊藤さん見て すぐに真夜中に全員コミュニティに通達してがいま明したからだってでも使ってみて面白かったですめちゃくちゃ使いやすいですし、うん、ほとんど会えられることができてるのででもねディスコード自体はあのー、うちの,あの,あのベ,ベンチャーなんだけども、はい、やっぱり、ね、あ,のあそこのメインのお客さんゲームなんだよねそうですよね若いで この嫌いな人もいて、うん、でもやっぱりゲームに特化しようっていう人たちもいてだからディスコード自身がなかなかウォレット接続とかやらない一つの理由は結構あの会社割れてるんだよね。えー、でウェブ3のユーザーがだからみんなプラグインになってたりボットになってるのねだからあのちょっとやっぱりディスコードもすごいいいツールなんだけれども、はい、あのたまに腹立つんだよね。だからセ,、えー、セキュリティとところがちょっと のところちゃんとできてなかったりしてだから今のツールの中では多分一番みんな使ってるんだけどもうん、うん、でも腹立って Teams に行ったらダとかあるしね、うん、だからまあこれから,から今結構割れてきてるのはあの、うん、本当に Web3 ネイティブのツールが出てきてるのと、うん、あとディスコードみたいにすごく Web3 に相性いいけどあんまり Web3 愛してくれてないっていう会社もあってディスコードでちょっとそういうところもある。まあ、でも Web3 が広がると来ると思うんだけどもまだねちょっとねたあの。あ そうなんです、じゃあそのアップデート具合を見計らいつつ、そうじゃなくなったら引っ越すっていう可能性もあるただ、これが Web3 の良さは、トークンとか全部ブロックチェーンに書いちゃえば、引っ越ししやすくなってくるんだよね、みんながなくさんの NFT と特別のトークン持ってれば、どのサービスに行ってもそのまま接続できるようになるので、それは引っ越ししやすいるほど。よりいいですね、それは。プラットフォームに囲わわれるけじゃなくて でも大事なのは、プラットフォームじゃなくてコミュニティのカルチャーだったりするからディスコード行こうって勇気持ってやったんですけどもう本当に今だからもう伊藤さんのことばっかり見てます <laughs> <laughs> 伊藤さんあの変革ディスコードコミュニティって最初に入り口で結構記述式のハードルを設けてるじゃないですか、うんはい、あれ、ななんでなんでですかまず最初はやっぱり僕,僕昔あの、はい、クラブの DJ とかやってて。はい でお店は何回かややっってるんだよね、うん、でやっぱりう,うまくいってるお店って結構コアの人たちが、うん、こうちゃんとこういろいろ多様だけれども結構こう信頼関係があってで僕がだからち,ょちょっとここが中田さんと,ちょっと違うのかもしれないけど、はい、僕,は僕がたまにいなくても平気にしたいから、はいうん、結構リーダーは欲しいんだよね。はい、でそうすると結構少ない人数でちょっとずつ選んでくると結構そこが勝手に文化ができて。うんうんうん そしてそこで離れても勝手に動くんだけども僕はやっぱ毎日見てなきゃいけないのは作りたくなかったので、ね、そうするとこう選ぶのとお大きくなるスピードをこうある程度コントロールしたいというのがまず1個と僕の自分のメディア見ててもやっぱり男性があんまりにも最初多いと女性が入りにくい、はい、だからやっぱり男女の比率も一定以上はずれないようにするのにも<ー>やっぱり最初だから僕もゲームのギルドいっぱいやってきたんだけども。はい 一番安定してるギルドっていうのは幹部が半分は女性の場合が強いんだよね。で幹部になるためには最初からいないと幹部になれないから,、はい、だからその辺も結構コントロールしたりしたので<ー>で,で、ある程度もう今1000人になったので、はい、そろそろもっとオープンにして、はい、でそのシステムがもう回ってきてるのでなるほど。うんうん、だからこれはどっちかというとそのコミュニティ作りだから多分そこがあの <laughs> あの西野さんとか中さんはもっとこうなんだろう自,自分が集中してるから。うん 結構あのその多様性があった方がいいけれどもなくてもあのずれないと思うんだけども僕はこうそこはあんまりあのホールドしてないので多分そこちょっと気をつけてたと思うね。ああじゃあかなり厳選して入れてったところもあったんです、ね、そうだからあのみんなあのホームページに行って申し込み書みたいな書いて、はい、年齢だとか、はい、その仕事だとか、はい、雰囲気をなるべくこういろんなのを混ぜる。そうするとうちのコミュニティの中ではその お茶会やってるコミュニティとか子育てのコミュニティとかいろんなコミュニティがあってっていうのはほっとくと多分ねエンジニアとベンチャーのやつだけでいっぱいになっちゃってそうすると後からいろんなコミュニティ入れようとしてもなかなかひっつかないでも今だと結構いろんなタイプの人たちが共存してるのでっていうのをちょっと設計してたんです。うっんすね。ね。ごい。いじゃあ設計り今てると思よわかな だから、そういう,こうイニシャルな設定はあったけれども、はい、でもあのどうなるかは分からなかったので、うん、でも今は結構面白くてでやっぱりコロナが終わってリアルのイベントがあると、はい、もっともっとやっぱりやっぱオンラインでこう信頼関係とかこう友達をこうの接続ってできるけれども、うん、やっぱりリアルのイベントでみんなで会うとあの例えばここでお茶会この間やって、はい、何十人で集まって,そってあのみんなであのお茶分かる人と分かんない人が助け合うとそういうのやると結構。 コミュニティの雰囲気が良くなるので、うん、それが最近ちょっと楽しくて、ね。お<ー>でも今そのサロンのアクティビティってどんなことをやってるんですか、はい。サロンのアクティビティは僕は今人数で言うと5000人いるんですよ。うん、で、えっと僕は12人のリーダーを決めてて <laughs>。 <laughs> あの12子で決めてるんですよ<の>で,でそれぞれが各クラスを持ってるんですね。ねっていうのもトータルコンセプトが学校なんですよ。学校で毎日僕のホームルームが日曜日以外あってホームルームは1時間僕が喋るんですけど、うん、で YouTube の収録を授業って呼んでいてそれをあの生で見て Zoom でみんなであの観覧できるんですね。で、えっと、僕が東京に来て番組を収録する時は観覧にその来れる。 っていうその授業をホームルームっていうのとクラス委員長っていうその12子のクラス委員長がいて、ね、でどのクラスに入りたいかを、えっと、みんな選べるっていうだからクラス委員長の動画がバーって12個出たらまずクラス委員長立候補してそれを選ぶその委員長立候補動画を見てみんながクラスを選ぶなのでクラスの人数は差があるんですよ。で、うん、でもその委員長立候補したた中で選ばれた人が、えっと、入学順に根から 乾まで乾、ね、まで、ねうん、牛イまでいてその中から選ばれてってでその任期が3か月で3か月後だから年4回リーダーが変わっていく、うん、で年間プログラムとしては、えっと、僕が帰国する帰国祭りっていうのに収録に参加するっていうのと <laughs> あと学園祭ってその音楽祭あの箱を借りて300人とかの箱を借りてそこにライブに僕が 立候補した人たちからグループを選んでその人たちが音楽パフォーマンスするで MC を僕がやるそれをあのお客さんが見るっていう音楽祭とあと今年初めて企画してるのは演劇祭って言ってうん、うん、僕が書いた脚本をこうええやりたいキャストを僕が選んで,でそこにあのやるっていうのとうん、うん、あと今年はあと運動会もやろうと思っていて <laughs> 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 だからその大きなイベント企画しょそうなんですよ。<laughs> 音楽祭、演劇祭、演劇運動会っていうのをやりながら、とチャットの チャンネルのところには、えー、今ミッドジャーニー研究会とか、うん、Web3 研究会とかみ、うんな作って今 NFT も発行したいなと思っていて、うん、それはア、えっと、ート NFT で最初行こうと思ったんですけど出したいのは通貨みたいなものを出したいなと思ってるので今それを作りながらその税制とかそこら辺を調べてっていうのとそれでも中期で短期的にはまずはウォレットを作って NFT を買えるようにするっていうリテラシー を高めるっていうのでただ簡単なテストを作って合格したら、えっと、NFT を配るみたいなのをみんなでやろう。でそのミッドジャーニーみたいな AI とかの研究とか ChatGPT とかの研究とかは、えっと、みんなでして、えっと、作った背景と背景というかあの絵柄みたいなのを僕の YouTube の背景に使ったりとかということをしてます、ね。でそのクリエイターーあ,あとそのメンバのの中の <laughs> クリエイターがいるんですけど、うん、そのクリエイターってすぐ目立つので絵が作れるとか音楽作れる人はうん、うん、メンバー同士で依頼するんですけどクリエイターって結構そのお金の交渉下手な人が多くて、うん、なのでそこを僕は事務所みたいにうちのスタッフで仲介入ってエージェントっていう形で今40人ぐらいクリエイターが所属していてそれでパーセンテージをいただいてその。 値段交渉とかを全部中田工業中田工業 <laughs> <laughs> 中田工業が中にあるっていう,うん、うん、なので芸能事務所でもあり学校でもありファンコミュニティでもありそのウェブ3フレンドリーコミュニティでもありっていう状態でございますででこれがどんどん大きくなっていくのが夢なの、はい、それともどなどうなんか一番成功は何なの これは僕のイズムなんですけどそのこ,ここまで行くっていうのは分かんないんですけど僕はその人間は全員同じスポーツをしてるんだと思っていて、うん、それが、えっと、人を集めるるとというスポーツだと思ってるんですよ。うん、その人間って単体だとあまりにも弱いんですけどうん、うん、軍隊になった時に異常に強い生命体なんだと思ったのでとにかく集まった方がいいと思っているんですよ。 限りなく集めたいっていう <laughs> その集まれば集まるほど面白いことができるようになっていったのでコミュニティーこれ5年目なんですけど2018年からもうとにかく俺のもとに集まれと集まったら面白いものを見せてあげるって言ってなぜなら俺軍隊生命体だからとでその誰のもとに集まるのかをもう決めれる時代だとで俺のことが好きなんだとだから俺はものすごいプランを立てるからいっぱいいっぱ面白いもの見せるからもう言ったこと叶えていくからあの見,せ見ててくれ であの集まれ集まれって言ってあの集めてどこに行くかわかんないけどとんでもない祭りを見せてやると <laughs> ああああ人生は祭りなんだとそのみんな何があるかわかんないけどその京都でみこし担いで山になんか火つけてそのやってるのは意味がわかんないけど集まって何かやるのが面白いからそれは俺のところでやれるからっていうのでやってるんで何を目的としててるっいいうのはないんです。集まって面白いことやりたいっていうのがまあ中心です。 ウェブ3っていうのはプログラムをすることによって限りなく間の人間がいらなくなる事務局はもうほぼいらなくなってくるのと、はい、あとは何でもプログラムできるから想像したものをどんどん形にしていけるっていうのとあとやっぱり人を集めてみんなに参加してる気分にさせるのもウェブ3すごく向いてるのでなんかそういうウェブ3っていうメディアの。 なクリエイターだよね。ねからそこはすごく相性いいんじゃないかなと。いや、Web 3はめちゃくちゃ可能性があると思います。うん、はい。うんうん、ていうかもうそれをやらないとやばいっていう。で、多分今までの Web 3っていうのは、はい、結局だからあのなんだろうねそのそのメディアで表現できる、はい、面白いことを考える人がいなきゃいけなくて、うん、で。 本当に単純に金儲けしてる人たちはファイナンスでい,はい,、はい、いかにこうリターンがある、うん、あの本当にただの賭博みたいなものを商品にしてたんだけども、はい、今、中さんの話聞いてるとそんな単純なことじゃなくて面白いものを見せるって言ってるじゃない、はいはい、だからそのブツリ3を使っていかに面白いものをしてたくさん人を集めるっていうアーティストっていうのがないと進化しないんだよね。うんはい、だかからそういうい意味ででゲームなんかでも いろんな同じコンピューターでもどん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 進化したのはやっぱり技術を分かったクリエイターたちがどんどん新しい種類のゲームを出していたの、ね、でテレビとか新聞がダメだったのはやっぱりこうクリエイターがそのメディアをいじんなかったんだよね。うそうするとそのクリエイティブな人たちを同じハードウェアで、うん、あのずっとやってたからその技術と一緒に進化しなかったと思うの、ね、でだから長さんみたいな人が Web3 を進化させる力があると思うので。あの なんか、いいろろやってほしいいなとっえっぱいやりたいです。今悩んでるのがそのウォレットとか NFT 買うとかうん、うん、その暗号通貨、暗号資産とかも含めてちょっとまだハードル高いっていうか基本的に IT が進化したのって結局楽だからと思うんですよアマゾンで買う方が楽だからやるじゃないですか。 Web3 をやるのがまだ楽じゃないと思って。それ、うん、早く楽いつ楽になるんですか。うん、あのいやだから今だかなんだろうねあの千九百九十年って CD をダウンロードするの一日かかったんだよね。はい、ああそんなのでしたっけ、うん、確かに。で多分だから今はその一億円をアメリカに送ろうと思ったら、はい、Web3 の方が楽だよね。だからそのだから投資目的のものはもう Web3 の方が楽になっていて。はい ただ NFT を買ったりみんなと一緒に集まってチャットするのには Web3 まだ楽じゃないんだけどもこれはあのインフラがこう整備されていくとどん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 安く早くなるのと、はい、確かにあとツールが良くなってくるのでそれはどんどん良くなってくると思うけど、はい、今だからこの間、電通のレポートだと日本だとウォレット保有している人たち四パ確か34%だからまだまだ本当にインターネットの一番初期の段階なので。た、はい、ただその最初からやってる人たちが こう直感的に技術分かるので、うん、あの大きくなった時にはもう準備ができてるのでかだから使うのはあのすごくいいと思うんだけども、うん、でもあと,あとはその今の例えば鍵管理でもはい、はい、今自分でやんなきゃいけないじゃない、はい、多分これはもう1年ぐらいで、うん、だいぶ普通の人はもう自分の鍵管理しなくてもいいようになると思うしインターフェースも日本語になるだから、はい、今のこのメタマスクのこのうんぬんって、はい、これは。 うまくいくと1年以内ではあとは例えばドコモが入ってきたじゃないウェブ36000億出すとか携帯とつなげば鍵は携帯と番号と接続するとかあとは銀行とかも入っているので鍵は全部自分で管理しなきゃいけないっていうのはだいぶ改善されそれが結構大大ききいいよね。ですね。あとは詐欺とかリスクもずいぶん減ると思うのでこれもやっぱり詐欺のものをブロック。 あのメールもスパムがすごく多かったんだけどこれはスパムフィルターでなくなったと同じように、うん、こう詐欺サイトとかもだいぶクリアはできるようになると思うので、うん、だこれは数年でできるただ一般的に今みたいにスマホでみんな、うん、あのできるようなあ,のああいう誰でも使っている感覚というのはまだまだちょっと何年かかかると思うで。いか,か,か先、 を見ながら、コツコツ今やるっていうのは、うん、ま正しい状態なんですよ、ね。だ,<う>だから、でも、ディスコードはみんな平気だったの。ディスコードはすぐでした。うん、なんか、あんまり。というよりも、その、ディスコードって何がいいんだろう、こう、理解するのに、その。結構、大きいコミュニティって、分かりやすかったんだと思ったんですよ。うんうん、15人ぐらいで、ディスコード使っても、多分、あんま盛り上がらないと思うんですけど。出来上がってるコミュニティの、出来上がってるカルチャーを移行したときに、ディスコード。 対応できる幅がいっぱいあったので、あとこの十二個に分けるとかそういうのにはだから設計があると楽だよね。そうなんですよ。だからその十二種のバッジとかをすぐにつけれるし、でこっちもスタッフがかなり成熟してた状態だったので、テクニカルのスタッフとかもすぐ対応してくれたので、黎明期にやるよりは多分理解がみんな早かった。あと最後あの聞きたかったのは番組で。 たまにお茶の話をしてるんだけども、はい、どういうきっかけだったんですかそうですね。伊藤さんもやってらっしゃるんですよね。僕もね、だから中さんが喋ってるのを見て、僕もこっそりまだまだなんだけども、はい、やってて、うん。お茶に関しては、その二十個上の先輩、人生の先輩にお話聞いて、で今、僕四十歳なんですけど、うん、ちょうど仕事油乗ってるんでしょう、うみたいな。その、ね、無敵状態なんでしょう、うみたいな。 そのままじゃ行き詰まるよみたいな言われて「うん、どうしたらいいんですか?」って言ったら「趣味だよ」って「趣味をやらなきゃな」めだ <laughs> 自分の要するに、ね、今までやってくことない趣味を一からやることで言ったらまあ急に無能になるわけじゃないですか <laughs> そのやってないことだから <laughs>、うん、その感覚がいいしあのそれをやることで本業に帰ってくるもんもあるから「趣味やりなよ」って言われて。 それ糸井さんに言われてそのちょうどすぐ次のタイミングで山所さんに、まあ、趣味人なんですよね山所さんが「んね、僕何の趣味したいですか?」って聞いたらあ「茶道しかないよ」って言われて「うん、お茶だよ」っつって「シンガポール住んでるんでしょ?」って「お茶は一番インターナショナルだからね」っつって「もうドメスティックなものが一番インターナショナルだからもう日本人がお茶立ってたら海外の人黙るよ」って「うん、あそうなんですね」しかも 茶器もあるし掛け軸もあるしお花もあるし建築もあるしもう全部の芸術が詰まってるから向いてるよお君と言って中野君お茶やりなって言われてもうドンピシャでお茶って言われたんでで、僕の母親が昔あのちょっとだけお茶やってましてであの、器とかもろ,ろくろとかで家で趣味で作って自分の作った器でお茶出したりしてくれてたんですよ。あ、ややろうと思ってで、りり始めたたら、まし いや僕も前はなんか周りでお茶やってる人がいたけど、はい、なんかこう全然興味なかったし、はい、あの本当に分かんなかったんだけども、はい、でたまたまあの僕のパートナーの話が「なんかお茶やりたいけど怖いから一緒にやらない」って言われて、はい、一緒にやり始めたら。はいうん ちちょっっっとハマりなんですよハマっちゃって。それともなんかみんなはなんかどんどん減っていってって言ってるけども、えー、でも周りなんか増えてるような多分多分見えるだけなのかな。どうなんですか、ね、でもそのお茶の中でもどこ面白がってお茶やってるのか結構人によって相当違うんだなて思っていてい僕の師匠がかなりアバンギャルドなあの師匠なので、うん、僕はすごくそれが好きでなるほどもう。 自分で今器とかその作家さん教えてもらって作ったり着物とか作ったりするそういうそうアートやってでみんなを招いてそのもうこの少人数でライブやるっていうかアートライブを見せるっていうのが楽しみなんですけど伊藤さんが面白いねポイントってどどういうところいや僕もだから悩んでるだからちょっと聞きだったんだけどやっぱりみんなそれぞれハマってるところちょっと違うなっていうのと、はい。はい 来月、結構海外からすごく大事な人たちが来て、はい、で僕ツアーガイドになってるのね 2>,、はい、で2週間半ぐらいずっと案内しなきゃいけなくて、はい、彼らにいろいろ説明しなきゃいけないわけ、はい、でどうやって説明しようかなってずっとね、うん、あの2020年に来るはずだったんだけど、はい、ずっと延期になってそしたら彼らにこう全部つなげるのにはお茶かなと。へ<ー>でだから、ね、みんな結構ね、その,あの ストーリーリが好きなんだ,だから、はい、利利休と空海、はいはい、この2人をまず説明して、うん、そしてどこに行っても、うん、その利休と空海のストーリーにつないでいくと大体、うん、いいどこに行ってもね、うん、こうはまっていくかなと。で秀吉と利休が、はい、利休の切腹があってとか言うと、はいはい、あでなんかその時代はお茶碗一つがお城のなんだっ、はい、いうと大事にこう。 お茶を受けけてくれるけど、はい、なんとなくこう抽象的な美学の話ですると多分興味持ってくれないかなるほどっていうまずその外国人に教えるために今一生懸命このお茶の周りのストーリーを今蓄積して喋る準備をしてるの、はい、それがだからあの古典的なお茶の勉強、はい、ただうちの変革のコミュニティでやっぱお茶やってる人たちがいて、はい、この DAO とかトークンとか Web3 の文脈でなんか お茶できないかな。いかただ僕も始まったばっかりだから<ー>いきなり変なことすると、はい、こう本物が分かってないくせに変なことしちゃダメだよっていうのはありそうな気がして<ー>で結構面白いのは茶道具ってその西洋の,ああのアートの評論家ってすごく嫌ってて<ー>なぜかというと西洋のアートって自分がどう思うかがメインなの。 権力者が持ってたとか、誰がどうのこうのとかあと利休がいいって言っとかて人のことを聞かなきゃいけないじゃないでアメリカはそれはビビビなのアメリカとか西洋は西洋は自分とアートの関係だから日本的な文化の中のこのお茶の道具があるねでもこれってもしかしたら NFT に合うかなとだから僕思ったのはお茶会をやるとで、例えば茶尺に自分で字を書いてそれを NFT つけて人に渡すと。 渡すたんびに NFT も動くようにして、茶道具をコミュニティで回すと、うん、だから例えば変革茶道具、だから裏千家の茶道具と同じ、はい、変革の茶道具があると、はい、でそこに茶道具を入れると、うん、あのトークンもらえると、うん、で渡すたんびにみんなオークションで、うん、あの落とすんだけれども、それはあのもらった相手に払うんじゃなくて、あのへんあのコミュニティに戻すとあの。茶道具は、だから自分が もの持ち物じゃなくてコミュニティの持ち物で回るとお金がつい上げられるっていうその茶道具ぐるぐるを一つのこの経済にでそこからお茶のこので誰が持ってたか全部見えるじゃないだからこうなんていうのその茶道具の箱書きみたいなのを NFT にしてでまあ茶道具以外のお茶やらない人たちもなんかいろんなそのコミュニティの資産をお茶会で交換して交換するとお金を。 あのトークンを引き上げて、<ー>でこう裏書きを書いていくとか、なんかそういう実験できないかな。って。面白いですね。全然違うアプローチですね。茶道具を共有して、そこに N. F. T. をやってっていう。すごい開けたビジョンですね。うん、かなと思って、ただ、あの、いやお、お茶は分かってないって。え、でも。でも。 あ、それぞれのあり方だと思うんですよ。で、僕はその今利休が言ったからいいって言ってるところが一番面白いと思ってて。だ利休は価値を規定した人じゃないですか。黒がいいとか、あの国産がいいみたいな。そういう感じで。僕は利休になりたいんですよ。だから、中田が作った茶碗が今一番いいぞっていうふうにしたいんですよね。ある本ですごい面白い話聞いたのは、あの秀吉が。やっぱり、やっぱり商売うまいって言って。 利休って利休持ってると利休がテイストメーカーじゃない、はい、そうすると原価こんなに安いものが利休、うん、がいいって言ったら価値が出るじゃない、はい、そうするとあのいろんな家来にお金を分配しなくても利休、うん、の夏目を渡せばあの言うこと聞いてくれるからもう無からだからそれこそトークなんですよ、はい、だでそれ読んであなるほどなと思ってうもう自分で価値を作って<う>でなぜかというとこのテイストメーカーという利休を持ってたからそう,そうですよね うん、だからそれに慣れるんだって、思うんですよ。<laughs> なね価値を発行すればいいんだって、ああああ特に、そのクラシカルな、この茶道の世界って。うん、ずっと利休以降の、こう、価値メーカーが絶対的な人が、なんか、いないのではないだろうかって思っていて。だから、詫びたものが、すごいいいってなってる、じゃないですか。だから僕も、末ッ金,金のものを流行らしたいんですよ。その、うん、その秀吉側の、うん、で、僕、もう金の茶を作りたいんですよ。ああ、じゃ、利休と。 あの時代はこれで終わりにする終わりにする <laughs> 俺が力を終わらせるって思って。<laughs> 僕、あのそもそもお茶を飲む行為自体ってなんだろうと思った時に、濃い茶を練るじゃないですか。うんうん、ていうかむしろ濃い茶がメインじゃないですか。うん、あれって異常なカフェインの量ですよ。ね、うん。でしかも茶会ってお酒も出るじゃないですか。そのお食事とお酒とあって濃い茶行って薄茶行くじゃないですか。うんうん、アルコールを摂取した上で、 カフェイン異常な量を摂取する、あとは糖分ね糖分と <laughs>、うん、糖アルコールカフェインそれを密室でアートを見ながら決めるってダイブとアバンギャルドだなと思ったんですよ、うん、それにでゴールドで囲まれたら <laughs> これはかっこいいぞと思って <laughs> で DJ やってらっしゃるじゃないですかでそういうカルチャーだと思うんですよむしろ逆に茶会この,の初めて練習でやらせてもらったんですよそのコミュニティメンバーを 10人だけ読んでだけど僕の茶会はもう誰が呼ばれたかも一切言っちゃいけないで呼ばれた人は呼ばれた感想をもどこにもシェアしちゃいけないし写真も撮らないしその人メンバー同士でもあの会っても喋っちゃダメっていう <laughs> 門外不出の密室の,その公害現金のっていう僕はなんかシェアしたりし拡散したりがないのが面白いと思って。 だから閉「閉じろ閉じろ」ってすごい <laughs> 僕師匠に最初に一脚一定で招かれた時に衝撃を受けて僕のためだけにこんな動画にもならないのにこんなに用意してくれたんだが感動したのでだからその NFT で配ってみんなと茶道具を共有するって感覚全く違うところ面白がってらっしゃったので今話聞いてめちゃくちゃ面白かったです。 そういう人もいるんだみたいな <laughs> お,お茶っていうものでも全然違う伊豆というか生き方が出るから面白いですね。はい。なるほど。じゃあ今度あのうちのお茶会に呼びます。はい、ええー、<laughs> いいですか。はい、はい。い,いですか。お邪魔します。だから本当にねその古典的な道具も面白いけども、はいはい、僕もなんかこう。 あの変な方向にも行ったら、面白いかなと思って、ちょっとまだまだまだ考えて。ます絶対いいですよね。ぜひぜひ、じゃ、シャドウコラボ。もお願い、ぜひお願いします。やった。シャドウ仲間が。今日ありがとう。ありがとう。あのぜひ視聴者の方に、僕の方のチャンネルでも、お話聞いてますんで。概要欄に貼っていただい。ぜひ、あと、じゃ、あ中さんの。ビューアーも、ぜひうちの。 うすしいいいいただててもや、っ言ま僕、中田さんのファンは、はい、勉強好きなんだなと思うんのコンテンツ見ててで、ねで。だから、いろんな他の YouTube チャンネルあるけども、あの人のお客さん、うちに合わないんじゃないかなってでも、お店のやっと分かったんだけど作っている料理は違うけど、はい、来てるお客さんは似てるんじゃないかなと思って。似てますなんか、ぜひ。 してもううちの視聴者はクオリティーとインテリジェンスのあるいい視聴者なんでじゃあ、はい、うちのあの素敵な編曲チームも、はいまあ、もうすでにファンなんでよろしくお願いします。